トビズ。中部電力グループの中部電力ミライズは9日ツタヤ書店などのプラットフォーム事業などを展開するカルチュアコンビニエンスクラブとまちづくりに関する連携協定を締結しました来月に長野県の中軽井沢にオープンするコミュニティ施設軽井沢コモングラウンズ内の書店やカフェなどの店舗のほか 近隣の居住エリアに太陽光発電設備を導入し、駐車場には EV を設置する予定です。エネルギーの地産地消と最適化を目指したまちづくりで SDGs の目標達成を目指し、防災拠点としてのコミュニティの実現を図るのが狙いです。